それではプロアマのインベーダーフェニックスを投球します。それではプロアマのインベーダーフェニックスを投球したコメントいたします。インベーダーシリーズで初めてとなるハイブリッド素材でのインベーダーが登場いたします。現代のオイル量に合わせ今までのパール素材から配合を変えハイブリッドとして生まれ変わりました。しかしながらバックエンドでのリアクションはインベーダーシリーズの過激なアクションは残っております。私も最初はピンアップの60度というレイアウトで投球をしていたんですが、この素材の対応能力を広げるため、僕にとってはピンダウンのレイアウトにする方が、より痛めを多く曲がり幅が大きく感じるレイアウトで投球をしております。ぜひ皆様もインベーダーフェニックスをお試しください。